はいどうも、今回はですねコメント答えていこうと思っておりますけれども、初めて船に乗るので参考になりました。靴は防水の靴にするかマリンシューズにするかどっちがいいでしょうかということでいただいております。ありがとうございます。はい、まあ、時期にもよるんですが、ちょっとコメントをいただいているこのちょうど今のこの時期まだ暑いですよね。はい、その状況であれば僕の場合はですねクロックス最強だと思ってます。こういう感じですね。はい、素足にサンダル、まあ、クロックスに限らずですね、サンダル、健康サンダルでもいいです、 B さんでもいいです。まあ、そういったものが最強だと思ってます。あとはですねちょっと僕もそうなんですけど、結構これクロックスも使い込んじゃっててグリップがもう減っちゃってるんですよ。でこういったものは結構滑りやすいので注意が必要なんですけれども、買ったばっかりのクロックスだったりっていうのはなかなかグリップ力もあるのでかなりおすすめかなと思います。これ時期によってと先ほど申しましたけど、これがですね冬場になってくると話は別になって、今度は防水の靴の方がいいです。濡らしちゃうと本当冷えて、足を濡らすとね結構体冷えるんですよ。なので9月の中盤以降ですね、寒くなってくるぞという時には防水に切り替えてます。ただ夏のこの時期っていうのはマリンシューズ、デッキシューズとかでもいいんですけど、お金を費やすよりは B さん、クロックス、健康サンダル、その辺で十分かと思います。まあ要は濡れてもいい格好です。はい。今日僕はね、このワークマンの、なんだ、フィールドアウトっていう服着てますけど、基本的に僕夏、6月、7月、8月っていうのは、上ラッシュガード、下、これ今日は捨ててこですけど、海水パンツ。で、それから B さんっていう形でね、本当にもうすぐ海に飛び込める格好で船乗ってますから、濡れてもいいっていうのが第一条件になってくると思います。寒くなってくると、レイン着たり防寒着たり、足がね足元が防寒の防水シューズになったりってしますんで、時期によって判断いただければと思います。はい、以上です。